こんにちは。今回は東京都から、狭い現場をいかに機械で効率的に解体するか、12m×13m の狭い敷地の中でコンマ45のバックホーが1台で効率よく解体をしているそうです。早速伺ってみましょう。いかがでしたでしょうか。あの狭い現場で鉄の回収を自動化したことは非常に大きい効率化です。また手元作業員を1名減らしていることも見逃せませんでした。勉強になりました。以上です。